なんでね、建築設計って残業が多いのか、始めて10ヶ月目くらいですかね。月20万。副業にね、挑戦するときに一番必要なこと。皆さんお疲れ様です。カイデアーキテクツの中村邸です。ゴールデンウィークにね、たくさんのね、動画を投稿した回もありまして、ありがたいことにね、最近すごい多くのね、質問をいただいております。ありがとうございます。ゴールデンウィークはね、1週間に5本ぐらい出したんですけど、こう思いましたね。本当に大変でした。YouTuber すごすぎです。毎日編集して動画投稿するってもう正気の沙汰じゃないですよね。すごいなと思いました。ということでね、今日は一人で撮ってるんですけど、でゴールデンウィーク中にいただいた質問で、私個人にね、対して質問をもらったんで、今回はね、それについて回答していこうかなというふうに思っております。ペンネーム、Kさんですね。中村手さんは今現在具体的にどのようなお仕事をされているのでしょうか。詳しく伺ってみたいですというご質問をいただいております。ありがとうございます。この質問に対してね、答えようと思うとね、こう答えるしかないんですよね。建築意匠設計を、会社でやりながら副業していますと。でこれを聞いてね、皆さんこう思うと思うんですよ。中村手って暇なの？わかります。私だったら思っちゃいそうですよね。で、この質問にね、詳しくと書いてくださってるので、この機会にね、建築の本業、建築設計で、どういうことやってるのかっていうことと、どんな副業してるのかっていうことですね。それと、今ね、なぜ YouTube に行き着いたかっていうのをね、ちょっと話していければいいかなというふうに思っております。ちょっと自己紹介っぽくなっちゃうかもしれないんですけど、これからね、建築業界で働く方だったり、副業を始めたいと思ってる方のね、役に少しでも立てればいいかなと思っております。はい、ということでね、まず本業なんですけど、都内にあるね、設計事務所で、衣装設計をしているっていうのが私の仕事になってます。衣装設計っていうのは事業主のね、要望を踏まえて、法適合はもちろんして、で建築の空間や外観デザインというものを、提案していくという仕事になっています。で私はね、共同住宅、集合住宅ですねを設計するチームにいるんですけど、仕事のね、設計の流れとしては、まず始めるスタートの時は、事業主さんですね、不動産ディベロッパーになるんですけど、からね、この敷地に建築をしたいっていう、今依頼を受けて仕事が始まったり、コンペに参加してね、そのコンペが取れれば仕事になるというスタートになります。で、次にね、仕事の流れなんですけど、まず、事業主さんから仕事をもらうときは、はじめに、その敷地に立つ建物が、事業として成り立つかどうかっていう確認を行うっていう仕事がありまして、企画設計っていうんですけど、そういったものをします。で、不動産さんもね、商売なので、ある敷地を、買うかどうかを悩んでいるとして、そこにね、建築を作ったときに、建築放棄がね、道路車線とか臨時車線とか、日陰とかですね、そういったものをクリアしつつ、容積率 400% とか 300% とかあると思うんですけど、それをねギリギリまで建てれるか、ギリギリまでねつく 400% だったら、もう 399% ぐらい作れた方が、その建物のね、貸し出せる面積とか売り出せる面積っていうものは増えるので、なるべく多く作りたいんですよね。なので、放棄を満たしつつ、その事業として成り立つかどうかっていうのをまず検討するというフェーズがあります。でそしてね、そこで事業が成立するっていうことが分かれば、次にね、設計の仕事がスタートすると。でそこで、事業主さんの、
まあ、要望とかね、会社にある仕様とかを、まあ、満たしたり、ここはこうしたいっていう意見があれば、それを踏まえて空間であったりとか外観デザインっていうものを提案していくと。で、まあそれが大体のね、建築の形を決めるのが基本設計と呼ばれるものになるんですけど、まあ、実施設計ではね、ゼネコンさんに、工事を依頼するのにね、まあ、見積もりってものが必要になるんですけど、まあ、お金がね落ちないように、しっかり設計の中でその事業主さんの要望とか、まあ、設計者の意見とかね、お金として落ちないようにするという図面を、まあ、実施設計というところで作っていくことになります。そしてゼネコンさんにね、見積もりをしてもらって工事スタートってなるんですけど、まあ、その前にねきちんとその建物が法適合されてるかっていうのをね確認申請っていうもので、チェックしてもらうと。設計者はその、確認検査機関とかねに図面をね提出して問題ないかっていうところをね確認します。で工事に入ると設計からね工事管理って言われるフェーズに入るんですけど、まあ、その管理っていうのはゼネコンさんがやる竹冠の管理ではなくてサラカンって呼ばれるものなんですけど、きちんとね工事が図面通りに行われているかどうかっていうものを確認しながら、工事を進めていくっていう仕事、工事管理っていうものを行っていく、そんなね、衣装設計っていうもののね仕事の流れになっています。まあ、それだけ聞くとねなんかすごい忙しそうだなみたいな思う方もいるかと思うんですけど、まあ、そんな中でねなんで私副業してるのかっていうのをね次にちょっと話していこうかなと思います。次に副業について話したいと思います。まあこれちょっとね今まで私がやってきたことにもつながるんですけど、私自身は2015年に大学院卒業しまして会社に就職するんですけど、これはねあんまり言ってはいけないと思うんですけど、建築設計っていう仕事はねすごい忙しいんですよ。で私が 1,2 年生の時は、今のようなね働き方改革っていうものはあまりなかったので、残業時間ね月100時間っていうのはね結構当たり前にあって、私自身も一月の残業マックスで160時間ぐらいやってたね時期もありました。もちろんね今は働き方改革で残業っていうのはねかなり減ってきてるので、まあ安心してもらいたいんですけど、なんでね、建築設計って残業が多いのかっていうとこなんですけど、建築設計ってね自分で決める終わりっていうものがあんまりないんですよね。よくしようと思ったらいくらでも時間がかけられるし、時間かけようと思ったらいくらでもかけられるんですよね。学生さんのね設計課題とか卒業設計でもそうだと思うんですけど、ずっとできちゃいますよね。まあ、それと同じで設計ってなかなか自分ではい終わりっていう区切りが見つけにくいっていうところが、まあ、残業がね多い原因なのかなみたいなものは思います。あとね結構細かな締め切りがあって、本業の方でね基本設計実施設計っていうフェーズがあると思うんですけど、それに合わせてね、まあ、図面っていうものをまとめて提出したりするんですけど、締め切りがあるとね、まあ、その締め切りに間に合わせないといけないので提出間際はねやっぱり忙しくなるっていうのと、あと結構本当に決まりかけて工事入るっていうところでも、まあ事業主さんもねその工事金って、何十億から何百億億単位でねかかってくるんで妥協したくないんですよ。だからねギリギリになってやっぱり変更っていうところもねあったりするんですよね。もちろんうまくいくケースもあるんですけど、まあ、そういった事情がね忙しくなる原因なのかなとは思います。で私自身も、1年生2年生3年生社会人の時に、まあありがたいことではあるんですけど忙しくさせてもらっていたわけですよね。それで、4年目に入った時に、まあ、ちょっと頑張りが認められまして上司にね、まあ、呼び出されたんですよ。まあ、会社もね学校の成績みたいにねあるんですよ、ランクが。それを、まあ、高いランクをつけるっていう話がありまして給料が上がるって言われたんですよ。
その上司にね。でそんなこと言われたらめっちゃウキウキして嬉しいじゃないですか。で7月、6月か7月ぐらいかと思うんですけど、給料明細ね、すごい楽しみにしてたんですよね。でいざね見たら400円しか上がってなかったんですよ。月400円ですよ、1日じゃなくてね。で年間で言うと4800円。もう驚いてね、口が開きすぎて、まあ、21世紀美術館くらいね誰でも入れるんじゃないかっていうくらいね口が開きましたね。まあそんなことがあって、あ、なんかこのまま今のように働いてたらダメなのかもしれないっていう風にね、その当時思ったんですよ。でそれは、まあ、企業とかその会社が悪いっていうこととかではなくて、サラリーマンにもねすごいねメリットっていうものはたくさんあるんですけど、私はまあその時にね、まあ、今の時代ね一つの会社で働くだけじゃなくて自分でもう一つ収入源増やせたらいいんじゃないかなって思ったんですよね。まあ当たり前のことなんですけど、まあだってめっちゃ働いて400円しか上がらなかったわけですからね。まあ、そんなこんなで副業をね始めるわけですけど、どんな副業しようかなって考えた時に、まあこれからね始める副業が将来役に立つものにしたいなって思ったんですよ。で私自身もね、いずれはね独立して自分の設計事務所を持ちたいっていうふうに思ってたので、そういった時にその副業がね、まあ、役に立ったり、独立した時に副業でも稼ぎがあるっていうねものになればいいかなっていうので、副業の内容としては建築一択でやろうかなというふうに思いました。と次にね、副業具体的にやったことっていうものをちょっと話していきたいんですけど、まずはねやっぱり人集めをしようかなっていうことを思いました。まあ、何かするにあたっても見てくれる人と興味を持ってくれる人が、まあ、いないと仕事にはならないので、まずねインスタグラムで建築学生さん向けに建築のねいろんな情報をまあアウトプットしていくっていうインスタグラムっていうものを作って、でまあフォロワーが1000人くらいいたら、まあ、お金になるようなことを始めてみようかなっていうふうに考えていました。それが本当にちょうど2年前くらいですね。でフォロワー自体は半年くらいで、まあ、1000人を超えて、副業していこうって思ってたんですけど、ちょうどね一級建築士の製図試験があったので、まあ、それが終わってから、まあ、副業を始めたっていう流れになってます。お金になることで何を始めようかなって考えた時に、まずねパッと思い浮かんだのがアフィリエイトですよね。でまあ、アフィリエイトって何かっていうと、まあ、ブログをね書いてそこに企業の広告をね貼ったりして、まあ、例えばアマゾンでもあるんですけど、アマゾンの商品のリンクみたいなものをそのブログとかにね貼って、で読者がねそれを見たりクリックして購入したりすると、まあ、紹介料として広告収入が自分に入ってくるっていう感じですね。でアフィリエイトにしようかなって思ってすぐね、まあ、本を読んだんですよね。うん、でねやめようって思いました。もちろんね簡単ではないのは分かってたんですけど、まあ、ブログを定期的に書けるのかなっていうふうにちょっと本を見て思っちゃったんですよね。でその本にはね毎日1000字ぐらいを1記事っていうのを3ヶ月ぐらい続ける、そうするとまあ100近い記事になるじゃないですか。で100記事くらい書いて、まあ、スタートラインみたいなものが書いてあって、私はねあんまり、ね、ブログを読むっていう習慣がなかったので、そんなブログなんて読まれるのかなみたいな思ったのもあって、まあやめました。で何をしようかなってなった時に、まあ、会社の後輩にねノートっていうサイトがあるってことを教えてもらったんですよ。でノートっていうサイトは記事をね自分で値段設定できるんですよ。でこの記事は、まあ、100円とか200円とか、まあ、1000円とかっていうのを自分で決められる。そうなるとアフィリエイトって読者が読む文章自体は無料じゃないですか。でもノートって金額設定をしたらその読者がお金を払って読むわけですよ。
それであれば、まあ、たくさん記事がね書けなくても、一つみんながね気になるような記事が書ければいいのかなっていうふうに思いました。でまず何を書いたかっていうことなんですけど、最初にね小説を書きましたね。建築学生向けに副業しようと思ってたので、卒業設計を題材にした小説、1話ね100円とかで出してみたんですけど、まあ全然売れませんでしたね。まあね、本当に文才なんてないね中学生までベッカムの本しか読んだことのない私には無理かもなみたいな風に思いました。それでね、もっと気軽に書けるような、まあ、建築のね旅行記みたいなものとか、まあ、映画に出てきた建築とかをちょっと面白く書いたりね、いうことをね、まあ、シフトして、まあ、徐々にね記事が増えていくにつれて、まあ、売れてきたっていう流れですね。でもちろんたくさんね無料で読める記事っていうものも出して、有料記事っていうものは、まあ、コンペのね経験談とか、まあ、就職活動とか、卒業設計のこととか一級建築士についてみたいなものは、まあ、有料にして出してました。で初めて、まあ、4ヶ月くらいで月2万くらい行くようになりましたね。一級建築士の、まあ、学科試験の記事も結構書いてたんですけど、まあ、製図試験の記事で、まあ、私が思うね、まあ、合格のプロセスみたいなものとか、こうやったらいいよみたいなもののね記事がありがたいことに購入してくださる方が多くて、初めて10ヶ月目くらいですかね、月20万くようになりました。そんぐらいになると気づけばね150記事くらい書けてて、これアフィリエイトの方が良かったのかもって思うこともあるんですけど、記事自体はね、ある程度溜まってきたので、まあ、またね次に、違うね新しいこと挑戦してみようかなっていうふうに思いました。それでまた新しくね私のこと知ってもらった人が、まあ、ノートに来てね建築の情報を詳しく知れるみたいなね、そういったものになったらいいなっていう気持ちでね今 YouTube を始めようかなって思っていたという流れですね。でまあもともとね YouTube 自体は2,3 年前ぐらいからずっとやりたいなとは思ってて、で友達とかにねこういうネタやったら面白くないみたいなものをね結構話してたりしてたんですよね。ただねもうずっと勇気が出なくてね温めに温めてて、まあ、断熱してないコンクリートの打ち話くらい温めてましたね。そんな話をしている時にね、まあ、今のね FM アーキチャットのこのチャンネルですね、相方のね森谷くんから、まあ、建築ラジオってどうみたいな話があって、あそれ面白そうだねみたいな感じでですね、まあまあとりあえずやってみようっていう流れで、まあ、今ね建築情報をね、まあ、ラジオとしてね投稿するっていうことをしています。とね、これが、まあ、本業と副業、私が今やっていることのぶっちゃけた全てなんですけど、まあ、最後にね、まあ、副業始めたいって方もしかしたらいるかもしれないんで、この副業始めたい方にね何か言えればいいかなっていうふうに思います。これはね詳しくねはね私のノートのね副業のコラムにもね書いてるんですけど、副業にね挑戦するときに一番必要なこと、私が思うことですよ。まあ何かを始めるときに意識していることでもあるんですけど、実験感覚だと思うっていうことがね、私は何より大切かなっていうふうに思ってます。でね、何かを始めるのって怖いし不安なんですよね。失敗したくないですし、でもねやらないと何も見えてこないし、と何も始まらないんで、もしねやってみたいっていう方がいるのであれば、肩肘張らずにね実験だっていう、もう失敗してもいいと修正してやり直せばいいっていう気持ちでね、何事もやってみたらいいかなっていうふうに思います。そんな感じで、今回は終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。